続いて第2組が行われました。第10レーン3025番2つ目群馬大学、第3レーンを開けて第4レーン1112番鈴木君共愛学園高校、第5レーン1034番細井君前橋育英高校、第6レーンを開けて第7レーン4446番大野君慶応大学、第8レーン662番小倉君文大 TF、第9レーン1026番清水君前橋育英高校、以上この例が出場いたします。男子 100m 競走予選の第2組です。第5レースは細井君前橋育英高校、担当競技では 400m で3位に入っています。